今週末からゴールデンウィークが始まります。前半の三連休のお天気はいかがでしょうか。はい、そうですね。はい、えこの西日本でちょっと前線の影響を受ける可能性があるんです。うん、でその様子天気図をご覧ください。も、え、う、ー、今週間のうちその連休最初初日ですね土曜日見てみますとこのタイミングで。 前線が北上してくる予想でして西日本ですとか南西諸島が天気ぐずつく可能性があります、はい、一方日曜日からまあ、月曜日まあ、昭和の日にかけては、まあ、大きく見ますと前線南の方に下がりまして、まあ、高気圧の県内といったところが多く一旦天気がね落ち着くエリアが増えるかというふうに見られますで天気が横んでまとめてご覧いただきますとまあ、土曜日は西日本エリア 雨のエリアが増えます。東日本でもちょっとこう雲が多めで、台風側では一部雨の可能性があります。はい、でその後一月と九州以南が曇りや雨。ただそれ以外のところはですね、日も差してくる見込みでして、お出かけ問題なしといったエリアが増えるかというふうに見られます。で、もう一回あるのはね気温なんですけれども、はい。ね、この二十七日以降はかなりまあ上昇しやすい見込みでして。 札幌、土曜日は7月中旬並みの25度予想それ以外でも夏日とこういったところが西日本、東日本でも多くなる見込みでして暑いくらいということになりそうです一日の中の気温差も大きいので服装選びなどにはお気をつけください詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧ください。